どうも料理のお姉さん、リュウジです。はい、今回はですねカレーソースを使いまして、魅惑のですねカマンベル焼きカレーっていうですね、まあ、これめちゃめちゃ見るからにうまそうですね。カレーまあ本当にねちょっと足して、すぐできる、レシピなんですけども、こちらをですね、これから作っていきたいと思います。はい、それではですね材料紹介にいきたいと思います。まず、こちらのプロクオリティビーフカレー、はい、あとソーセージ2本、カマンベール、まあこれ全部使いません、これ半分使います。ちょっと忘れてました、ご飯も入れます。はい、まず材料を切っていきたいと思います。ソーセージですね、はい、これ斜め切りしてください。あ、結構適当で大丈夫です、あのカレーがうまいからね。はい、でカマンベールなんですけども、これね切り方あるんですよ。これね、あの ここから切ってください、ね、はい、ここから豚切ってください。でこちらの半分を使っていきます。はい、そうしましたらですねご飯を耐熱皿に入れます。オーブン可能なものです。で今回は僕あのスキレット持ってるので、スキレットが一番美味しそうに見えるので今回はスキレットでやりますが、オーブン可能なグラタン皿とかそういうものでも結構です。とご飯を山形に盛ります。 200g です。でこちらにですね、プロクオリティビーフカレー、はい、これね、これ出してみると分かるんですけどね、なので具がね入ってないんですよね。なのですごくねアレンジしやすいんですよ。で、切ったソーセージですね、はい、切ったソーセージを、この周りに、周り並べていきます、はい、こんな感じで並べてくださいね。で最後にですねこのカマンベールですね、カマンベールを上にドカッと乗せます。これだけでうまそうですね。これをですねなんとオーブンで焼いていきます。8分ほど、この状態で焼いていきます。はい、ではですねオーブンから出したのがこちら。うまそうだなこれあの皆さんこのまま食べていただいてもいいんですけども、このね流れるチーズがねうまそうですね。僕はね切れ目を入れてちょっとね見た目よく、やりたいと思います。これです、これですね、ちょっとこう広げてあげるとすっごいね、可愛くなるので、ね、ここにですねちょっとパセリをかけるとまた一段と綺麗になりますので、ね、いいですね。ほらこれもうねレストランで出てきてもおかしくないよこれ。はい、ということでですね魅惑のカマンベール焼きカレーの完成です。イエイ。はい、それではですね、できましたので熱々のうちに食べていきたいと思います。見てください、このチーズとこのカレーの融合すごくないですかこれめっちゃうまそうですね。まあやっぱねカレーにはね、ハイボールだと思いますので、今日はねハイボールの方も用意しました。あーうまいな。じゃあカレーとね一緒に、食べていきたいと思います。このねカレーとチーズのね境目を狙ってめちゃめちゃ熱そうで、冷ましながらではいただきますあのねこれ半熟でしょこれこれはねあのとろけたカマンベールチーズとカレーのね相性がねめちゃめちゃ合ってます。今日ねこのね僕ブロックオリーブビーフカレーっていうのを使ってるんですけど、このカレー自体めちゃめちゃうまいですね。オーブンかけたらよく見たら具がねないって言ってたんですけど、これね具がね溶け込んでるんですよね。だからよく見てみるとねビーフのこう溶け込んだねあの肉のかけらとかはねよく見えるんですよ、なのでですねすごくカレー自体もですねめちゃめちゃ美味しいです。この溶けた部分がめちゃめちゃうまい。これはね、もう本当に極上のチーズカレーを食べてるような感じですね。すっごく美味しい。でね、またね、これのいいところはね、お酒にも合いますね。ぐんぐんいっちゃいますね。カマンベールチーズがね、結構ね、焼くと結構独特の香りするんですけども、カレーがね、あのいい感じに包み込んでくれて、それであるソーセージで、こう肉々しい食感もプラスされてて、これね、めちゃめちゃうまい。でもね、一番いいところが、やっぱりね、工程見てて分かったと思うんですけど、めちゃめちゃ簡単なんですね。でもですね、熱々のこう香ばしいね、このカレー、焼きカレーが食べれるっていうのは非常にいいレシピかなっていうふうに思います。いや、これマジでうまい。
まあ、実はね、今回ね、このハウスツクの食品さんの、プロクオリティビューカレーというのでですね、こちらの、まあ、コラボということでですね、今回やらせていただいたんですけども、これね、本当にね、ぜひね、この味わいを皆さん共感したいですね。これマジで、マジでいけます。はい、僕はね、これでハイボールあとね、2、3杯いけますね。はい。ということでですね、こちらの魅惑の、カマンベール焼きカレー、ぜひ皆さん試してみてください。